第60回定期祭ビンゴ大会、勇者たちよ、この街を救い出せ、ハーテッドタウン。皆さん、こんにちは。こんにちは。今回、冒険の案内を務めます、ヒカルとハイジです。よろしくお願いします。ここは、とある王国。最近この国では不幸な出来事が続いていました。今日は王様によって集められた二人の勇者、レイとノンがお化けを倒す様子を見守っていきましょう。それではビンゴのルールを説明します。まずお手元にビンゴカードをご用意ください。スマートフォンなどの画面でご覧いただいても、印刷していただいたものでも大丈夫です。スマートフォンなどの画面でご覧になる方は、その数字に丸をつけるなどしてお楽しみください。ビンゴはファーストステージとセカンドステージの2つに分かれております。ファーストステージでは、勇者であるレイとノンが館に入り、その館を探検して脱出を目指します。しかし、そう簡単に脱出できるかは分かりませんですね。その館にいるお化けを全て倒さないといけないのです。皆さん、レイとノンが全てのお化けを倒して脱出できるよう応援してあげてください。次に、館を探検する中でお化けを退治すると出てくるものをご紹介します。パターン1は数字が出る場合です。お化けを退治すると経験値がもらえるので、数字が出たらその数字に丸をつけて経験値をゲットしちゃいましょう。パターン2はドクロが出た場合です。ドクロが出たらその数字に丸をつけることはできません。さて、厳しい道のりになりそうですが、一つ目の館を脱出することはできるのでしょうか。すべてのお化けを退治することができればファーストステージクリアとなるので、皆さん頑張っていきましょう。それではビンゴのルールを確認します。スクリーンに大きく表示された数字と同じ数字がビンゴカードにあれば、その数字に丸をつけてください。またビンゴカードの縦横斜めのどれか1列が揃えばビンゴとなります。ビンゴしたら公式 LINE にビンゴカードの写真を送ってください。公式 LINE ではお問い合わせも受け付けております。公演中、何かお困りのことがございましたら、何でもお気軽にお尋ねください。公式 LINE は概要欄にあるリンク、もしくは画面に表示されている QR コードから読み取ってください。豪華景品が盛りたくさんなので、どんな景品が当たるか楽しみですね。楽しみですね。景品内容はビンゴが出た際一つ一つ紹介していきます。景品は抽選になりますので、どれが誰に当たるかはお楽しみに。それでは、ヒカルくん、いきますよ。ファーストステージスタート。ファーストステージが始まりましたね。はい、どんな試練が待ち受けているのでしょうか。お、館に早速入りました。そして、お化けが出てきました。出てきましたね。いや、かわいいお化けですね。お、レイが攻撃をしたようです。そして、出てきた経験値は12と56です。12、56の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。ファーストステージ最初の数字は12と56です。皆さんどうですか、ありますか。ありましたか。あったら丸をつけてください。それでは、このような感じでどんどん館を進んでいきましょう。イエイ。さて、館に戻ってきました。そしてお化けですね。今度は、ノンの魔法です。キラキラですね。キラキラですね。そして、経験値は6と29です。
6と29の数字がある方はビンゴカードに丸を押してください。皆さんお手元のカードに6と29ありましたか？ありましたか？それではこのような感じでまたどんどん進んでいきましょう。はい、お化けを倒しに行きましょう。お、また出てきましたね。また出てきましたね。そして今度はどちら？あら、もしかして、おっと、またノンの光魔法ですね。そしてお化けを倒し、経験値は74と49です。74、49の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。レイとノンのことも皆さん応援してくださいね。応援よろしくお願いします。74、49、皆さんカードにありましたか？ありましたか？それではビンゴした方はいらっしゃいますか？早速ですね、もういますか？どうですか？まだ報告が来ないですね。じゃあどんどん館を進んでいきましょう、ね、うんうん、お、またお化けが出てきました。そして今度はレイですね。レイの剣術素晴らしいです。すごいですね。そして出てきた経験値は36と21、36、21の数字がある方はリンゴカードに丸をつけてください。皆さん何個ぐらいも数字に丸つけれましたか？36、21です。ありましたか？皆さんどうですか？聞いちゃいますよ。聞いちゃいますか？リンゴした方はいらっしゃいますか？どうですか？どうですか？公式 LINE に報告お願いします。 LINE への報告忘れないでくださいね。まだまだですかね。ないですね。どんどん進んでいきましょう。お化けが出てきました。出てきました。お、またまたノンの魔法ですね。なんかどんどん強くなってる気がしますね、うんうん、そして経験値は9と40です。9と40の数字がある方はリンゴカードに丸をつけてください。皆さん9と40ありましたか？どうですか？どうですか？どうですかね。それでは、うん、聞いちゃいます。ビンゴした方はいらっしゃいますか？どうですか？いらっしゃいますか？公式 LINE にビンゴカードの写真を送ってください。どんどんお化け倒していってますね。そうですね、うん、どんどん強くなっていってもらえて嬉しいです。嬉しいです。ということで館をどんどん進んでいきましょう。おっと、またお化けですね。いろんな種類のお化けがいて可愛いですね。そう。そして霊が剣で倒して経験値は63と50です。63、50の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。まだまだお化け出てきそうですね。63、50です。リーチの方とかももういらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、いてくれたらとっても嬉しいです。ビンゴ目指して頑張りましょう。ですね。それではビンゴした方はいらっしゃいますか？どうですか？公式 LINE で報告をお願いします。いらっしゃいますか？まだいらっしゃらない。まだね、まだ報告が来ないみたいです。それじゃあどんどん進んでいきましょう。そしてまたお化けが出てきました。出てきました。おっと、ロンの魔法です。本当に光も強くなってますね。ですね、そこにも注目してください。そして経験値は7と15です。7、15の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。7、15です。8とか16だったらあるなって人もいると思いますが、惜しいですよね。惜しいですね、悔しいやつ。それではビンゴした方はいらっしゃいますか？LINE で報告をよろしくお願いします。お願いします。いらっしゃらないですね。まだですね。まだですね、うん、じゃあどんどん進んでいきましょう。進みますか。また館にどんどん館の奥に進んでおりますね、うんうん、お、またお化けが出てきました。そして例の赤い斬撃ですね。斬撃素晴らしいです。経験値は44と
20です。4420の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。44と20です。お手元のカードに注目してください。どうですか、ありますか、ありましたか。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。どうですか、公式ラインでビンゴした方はいらっしゃいますか。ちょっと待ってください。何ですか、ビンゴした方がいらっしゃるようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、まさか、はい、ここで来ましたか。ね、いや、嬉しいです。一番最初のビンゴした方、うん、おめでとうございます。それでは景品の紹介に移りますか。いただきます。今回紹介する景品はこちら、ホームシアターセットです。おうち時間に最適ですね。やっぱり迫力のある映像を大画面で見たり、牛の顔面を拝んだりできますね。ちなみに大志さんはどんな映像を見たいですか。私はやっぱりロマンス映画ですかね。ロマンス映画、ロマンスいいですね。ちなみにヒカル君は何が見たいですか。はい、僕はそうですね、ミュージカルをちょっと大画面で見たいなと思っております。いや、素敵ですね。こちらの景品も抽選となりますので、誰に当たるかは分かりません。いや、当たりたいですね。ミュージカル大画面で見たいです。こちらの画像はイメージとなっております。それでは戻ってきますか。戻っていきましょう。戻りましょう。館に戻ってきました。はい、そして、うん、お化けが出てきましたね。出てくるんですね。かわいいけど悪なんですよ、こいつらは。悪です、悪です。そしてノンの魔法で倒して経験値は69と18です。69、18の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。69と18ですか。もうどうですか、リーチした方とかもいますかね。お家で叫んじゃっ、あ、はい、はい、あ、報告が来ました。何ですか。おめでとうございます、ビンゴの方が出たようです。おめでとうございます。おめでとうございます。出ますね。2回連続ですか。あ、本当ですね。そうでした。すごいな。おめでとうございます。この調子でどんどんビンゴする方が増えてくれたら嬉しいです、ね、それでは景品を紹介していきたいと思います。お願いします。続いての景品はこちら、 G-SHOCK の時計です。シンプルなデザインでどんな服装にも合わせやすそうですね。そうなんですよ、レイとノンの戦闘服にも合いそうじゃないですか。確かに確かに。あと、そうだ、時計をもう受けてるよという方でも安心してください。何ですか。皆さん、腕は何本ありますか。あ、2本ですね。それがどうしたんですか。ありがとうございます。腕が2本あるということは、はい、時計を両腕に出れるということですよね。あ、はい、また出ましたね。そうですね。じゃあ、はい、こちらの景品も抽選となっております。誰に当たるかは分かりません。2つ目の時計、つけたいですね、うん、それでは、うん、お化けに腕時計を付けに行きましょう。館に戻ってきました。お待たせしてきました。何度も向かってくるお化けたちも可愛いですね。そして選択、経験値は35と54です。35、54の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。55ですね。35と54です。確かに55です。55です。どうですか皆さん、ありました55です。はい、35と54です。皆さん、ありましたか。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。どうですか、いらっしゃいますか。報告してください。 LINE に報告をお願いします。まだいらっしゃらないようですね。いないみたいですね。それではどんどん館を進んでいきましょう。お、またお化けが出てきました。そしてお、ノンの魔法ですね。キラキラです。やっぱりさっきよりも強くなってますね。
そして経験値は68と3です。68、3の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。バッサバッサおばけ倒してますね。そうですね、68、3です。どうですか皆さん、丸つけれましたか？それとリーチの方いらっしゃいますか？もうお家で騒いじゃってください。もう画面越しに叫んで届けてください声を聞かせてください。はい、聞きたいな。それではビンゴした方はいらっしゃいますか？どうですか、いらっしゃいますか？公式 LINE に報告お願いします。お願いします。まだですね、やっぱさっきの2連続が。そうですね、そうですね。じゃあ進んでいきますか。進んでいきましょう。ですね。そしてまたお化けが出てきました。おっと、次はレイの攻撃ですね。レイもちゃんと強くなっています。そして経験値は10と57です。10、57の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。まだまだ先長くなりそうじゃないですか？どうなんですかね。でも結構お化け倒してますからね。10、57、皆さんどうでしたか？ありますか？ありますか？それではビンゴした方はいらっしゃいますか？ビンゴいないですか？ビンゴいないですか？いないですね。ビンゴした方は公式 LINE に報告をお願いします。忘れずに教えてくださいね。それじゃあどんどん方を進んでいきましょう。さてまたお化けが出てきました。おっ、ノンの魔法ですね。ノンの魔法、お化けによく効いてますね。効きそうですよね、消えてますね。そして経験値は25と39です。25、39の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。丸つけれましたか？25、39です。皆さんありましたか？ありましたか？それでは、ビンゴした方はいらっしゃいますか？教えてください。いないですか？LINE に写真を送って教えてください。ビンゴした方いらっしゃいますか？おっと、どうしましたか？ビンゴした方はいらっしゃるようです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、来ましたね。おめでとうございます。久しぶりですね。ですね、久しぶりでこんな見てみました。それでは、はい、続いての景品を紹介しようと思います。紹介しますか？続いて紹介する景品はこちら、任天堂スイッチです。いいな、いいね、スイッチ。ぜひご自分でお好きなソフトを探して楽しんでください。ソフト羨ましいです。ちなみに、はい、何のソフトで遊びたいですか？そうですね、動物の国で、なんかゆらゆらとゆったりと大若とした気持ちになれるようなゲームで遊びたいなと思ってます。ヒカルくんっぽいですね。こんなゆらゆらしてるいいですね。こちらの商品も抽選となりますので、まだ当たってない方にも当たるチャンスがありますよ。ぜひ当たりたいですね。じゃあそれでは館にそのふわふわの動物を連れて戻りましょう。さて館に戻ってきました。お、そのふわふわの動物たちは見えませんね。お化けしかいない。おっと、もしかしてこの技はトルネードダッシュファイヤー。ということで無事にお化けを倒すことができました。ということはファーストステージクリア。館を脱出することもできました。ステージで獲得した経験値の数字が
出ていますね。見逃してしまった方はこちらで確認してくださいね。1分ほど表示しておりますので、ぜひ見落としがないかチェックしてみてください。一つ目の館を脱出して、少し街も明るくなりましたが、まだ最後の館に色化けを倒す必要がありそうですね。そうですね。うん、そのために、まずは最後の館の鍵を探しに行きましょう。鍵を探し出せ。ドキドキ謎解きゲーム。では、ルールを説明します。このコーナーでは最後の館の鍵を見つけるために、皆さんには謎解きに挑戦してもらいます。画面に表示された謎を解いて館の鍵を見つけましょう。1問につき制限時間は2分です。1分が経過した時点で私たちからヒントも出ます。それじゃあ早速謎を解いていきましょう。ですね。謎解きスタート。お、早速謎が出てきましたね。下の画像からわかる答えは何ということで、制限時間は2分です。皆さん頑張って解いていきましょう。さて、次の館の鍵を今探しておりますが、次の館ってどこにあるんですかね。え、カル君、はい、知らないんですか。え、知らないです、すいません。有名な、はい、吉祥寺ですよ。吉祥寺、はい、あ、なんか聞いたことありますね。あの、なんでもあるところです、ね、そうです、なんでもあるんですよ。おいしいご飯屋さんとか、はい、おしゃれなカフェ、うん、公園、家族連れの公園とか、はい、あと、あの、お花屋さん、お花屋さんといえば、欅祭に吉祥寺にある、フローリストアルティザンというお花屋さんが出店してくださっています。本館前のイベントに開催しておりますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。いいですね。とっても綺麗だったんですね。ぜひ私も行ってみたいと思います。はい、ぜひ行ってみてください。それではそろそろ1分経ったのでヒントです。ヒントです。まず皆さん頭の中にひらがなの五十音表を思い浮かべてみてください。そしたら左のハシフヘホマミムミモミキクケコの違和感に気づけるはずです。それではヒントは以上です。違和感、違和感、え、なんかヒントに何かいますね。なんか、あれ、牛さんと豚さんじゃないですか。そうなんです。続きましたか。ヒカル君、先ほど
動物のゲームが好きと言ってましたが、そんなヒカルくんにぴったりのイベントが、企画があるんです。え、何ですか？うっさんとブタさんが村人のためにフルーツジュースの材料を集めるゲームをするというやつが見れちゃうんです。え、めっちゃ可愛いじゃないですか。え、絶対に言います。うん、この YouTube に動画上がってるのでぜひ見てください。それではそろそろ1分経ったので答え合わせをしましょう。正解は鏡です。皆さん分かりましたか？それでは解説していきます。まず先ほども言いましたが、ひらがなの五十音表を頭に思い浮かべてみてください。そしてはしふへほはは行を元にしていることがわかります。は行のひがしになっているので、東東となるんですね。同じように2段目もま行が元になっていて、ま行の目がしになっているので女神となると、3段目のみきくけこはは行のはがしになっているので鏡。正解は鏡となります。いやー難しかったです。次こそは当てたいです。頑張ってください。お、そしてアイテムが何か、あ、鏡が出てきました。残念ながら鍵ではなかったので、もう少し謎を解いてみましょう。そうですね、2つ目の謎に行きましょう。お、2つ目の謎が出てきました。これは何を表しているでしょうか？制限時間は2分です。皆さん解いてみてください。そういえばファーストステージも終わってしまいましたが、はい、レイとノンとっても強くなかったですか？そうですよね。どうやったら強くなれるんですかね。あれ、ヒカルくん、ケヤキさんの YouTube チャンネルチェックしてないんですか？ん、もしかしてアクションのショートドラマのことですか？そうです、それです。もう投稿されてすぐにチェックしました。あの好きな人を守るために敵と戦う、かっこいいですね。ですよね、よく見てますね。さすがです。ありがとうございます。そのアクションの動画も YouTube に上がっているので、ぜひ皆さん見てください。それではそろそろ1分経ったのでヒントお願いします。4つの文字がはっきりと出てきましたね。そうですね、これは確実に漢字ですね。漢字ですね。ポイントは漢字の読みを上下に分けてください。なるほど、なんか分かった気がします。本当ですか？はい、あ、ちなみに、はい、カイジさんはこういう謎解きってお好きですか？いや、好きです。めっちゃ好きです。そんなハイジさんにぴったりのイベントがあります。何ですか？ふわふわあなたと不思議な夢の世界という夢かわいいバーチャル謎解きが楽しめる企画があるんです。契約祭当日専用のページから掲載されていますので、ぜひそこをチェックして見てみてください。いやー、なんかかわいいですね。ぜひ私もやってみたいと思います。ぜひやってみてください。それでは2分経ったので答え合わせに移ります。正解は勇者です。皆さんどうですか？わかりましたか？それでは解説をしていきたいと思います。お願いします。漢字は左から魚の鮎、優勝の優、橋本環奈の橋、感謝の書ですね。ここで気になる点が一つ。問題では漢字の上半分が消えていて、下半分だけが見えていますね。4つの漢字の読みを2つ上下に分けて、消えている上半分、つまり一文字目を読まないとすると、ゆ、う、し、や、勇者という単語が出てきます。ということで、正解は勇者です。なるほど、わかりやすい解説ありがとうございました。あ、そして
勇者たちが何かを見つけたみたいですよ。キラキラしてますね。何でしょうこれは。これは鍵ですね。鍵を見つけたようです。ということでミニゲームもクリアです。二人が見つけてくれた鍵を持って最後の館へと向かいましょう。レイとノーは謎を解いて手に入れた鍵を使って最後の館へと向かうことができました。しかしここで待ち受けていたのはこの町の呪いの最大の原因である大きなお化けサドゥーアでした。ここでセカンドステージに移ります。セカンドステージではいよいよこの国で一番大きなお化けサドゥーアと戦うことになります。皆さんファーストステージに引き続きレイとノンを応援してあげてください。それではこの最後の館で出てくるものを紹介します。パターン1、パターン1はバトル中に与えたダメージの数字が出てきた場合です。この数字と同じ数字がビンゴカードにあれば丸をつけてください。パターン2、パターン2は攻撃が外れてしまった場合です。攻撃が外れてしまったらビンゴカードに丸をつけることはできません。パターン3、パターン3はこの国で最大のお化けサドゥーアを倒すことができた場合です。サドゥーアを倒すことができればセカンドステージクリアとなるので皆さん頑張って応援してあげてください。今回も豪華景品が盛りだくさんなのでどんな景品が当たるか楽しみですね。楽しみですね。景品内容は前回同様ビンゴが出た際一つ一つご紹介していきます。景品は抽選になりますのでどれが誰に当たるかはお楽しみです。それではセカンドステージスタート。セカンドステージ始まりましたね。そうですね、ものすごい雰囲気ですね。おっおっ、これはこの漆黒な姿、大きな釜、これは間違いないですね。この国で一番大きなお化けサドゥーアが現れました。すごいオーラを放ってますね。そうですね、レイとノン本当に頑張ってほしいです。レイとノン頑張れ頑張れ。そして最初勇者の攻撃です。勇者の攻撃、レイじゃなくてノンですね。これはやはり魔法は強くなっていますが1ダメージでした。1の数字があればその数字に丸をつけてください。この上に出てるの緑色は何ですかね。あ、これはきっとこれを最後までなくせば、サドゥーアを倒すことができたという、そうですね、そういうやつですね、きっと。どんどん減らしていきましょう。はい、1番ありましたか皆さん。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。ビンゴした方は公式 LINE に報告をお願いします。皆さん教えてくださいね。じゃあ進んでいきますか。はい、進んでいきましょう。倒していきましょう。次はあ、サドゥーアの攻撃ですね。あー、どれくらいなんだ。あ、
おダメージ14ダメージです。14の数値がある方はビンゴカードに丸をつけてください。やはり敵は手ごわいですね。14です。皆さん、ね、14の数字ありましたか？どうですか？それではビンゴした方はいらっしゃいますか？ LINE で報告をお願いします。ビンゴした方がいらっしゃるようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。早速、はい、今一瞬びっくりしてきました。タブーはもうびっくりですね。ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、続いての景品紹介に移りましょう。ですね。続いて紹介する景品はこちら、ブルードのホットプレートとポットのセットです。とっても可愛いデザインですね。うんうん、女子力持ってると上がりそうですよね。しかもこれ、ポットじゃないですか。そうですね、ポットもポットプレートも豪華ですね。え、女子力上がるんだ。僕も買おうかな。イエイ、バル君、この場面も可愛いじゃん。そっちないよ。カイジちゃんも可愛いよ。こちらの景品も抽選となりますので、我に当たるかはお楽しみに。いやマジで当たりたいですね、うん、女子力上げたいです。それではこの女子力を持ってパドゥーは倒しに行きましょう。さて次は勇者の攻撃ですね。よかったです。おこれはあレイの女子力が炸裂しました。お女子力強い。58ダメージです。58の数字がある方はリンゴカードに丸をつけてください。皆さんもうどんどん丸つけられてますか？58です。どうですか？どうですか？58はありましたか？ビーチの方とかももう出てるんですかね？きっとたくさんいるはずです。ですよね。それではリンゴした方はいらっしゃいますか？教えてください。公式 LINE にお願いします。まだね、来ないですね。まだみたいです。それではどんどんサブだと戦っていきましょう。次も勇者の攻撃ですね。おっとこれは誰だ？ノンですね。ノンの魔法でした。そしてダメージは24。24の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。20番台だったらあったっていう方もいらっしゃるんじゃないですか？24ありますか？皆さんどうですか？皆さん24ありますか？ありますか？それではビンゴした方はあ、ちょっと待ってください。はい、ビンゴした方いらっしゃったようです。嘘。おめでとうございます。おめでとうございます。見ちゃいましたね、ビンゴ見ちゃいましたね。それでは次の景品紹介していきますか。お願いします。続いての景品はこちら、松坂牛です。うわいいな、松坂牛羨ましい。とっても美味しそうですよね。お腹空いてきました。肉って食べると本当に幸せですよね。ですよね。本当に抽選で当たるといいな。でも抽選か。はい、これまでの景品と同様に抽選ですので、まだ誰に何が当たるかは分かりません。お楽しみにしていてください。それじゃあお肉を食べて元気をつけてアドラを倒していきましょう。続いての攻撃はどちらですかね？どちらでしょう。サドラでした。残念です。そしてこれは16ダメージですね。16の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。皆さん16番ありましたか？どうですか？ありましたか？お家で盛り上がってくれてると嬉しいです。さっきも言ったけど声があれ聞こえないな。もっと叫んでください。画面の前で叫んでください。どうですか皆さん、元気ですか？盛り上がってますか？それでは、はい、ビンゴした方はいらっしゃいますか？
いらっしゃいますか。公式 LINE で報告を教えてくださいね。お願いします、うん、まだですね、新しい経験来ないですね。はい、それではアドラと戦っていきましょう。次は勇者の攻撃です。よかったよかった。お、レイのダブルスラッシュ43ダメージです。43の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。着々とサドゥは HP 減らしてますね。そうですね、この調子でどんどんサドゥに勝っていってほしいです。ですね、43番ありましたか。皆さんどうですか。ありましたか。それではリーチとかもいらっしゃいますかね。いらっしゃいますかね。ビンゴした方はいらっしゃいますか。どうですか。公式 LINE で報告をお願いします。お願いします。まだ報告は来ないですね。残念です。それではサドゥアとの戦いに戻りましょう。次はサドゥアでした。サドゥアが弾を振りかぶって、これは痛い、48ダメージです。48の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。これ大ダメージじゃないですか。48です。皆さん48ありましたか。ありましたか。どうですか。それではビンゴリーチのリーチとかもいらっしゃいますもんね。絶対ちょっと待って、はい、ビンゴした方がいらっしゃるようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。報告ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんビンゴする方が出てきて、いいですね。嬉しいです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、はい、景品紹介に移りましょう。移りましょう。今回紹介する景品はこちら、2万円分のオンラインカタログギフトです。オンラインカタログギフト、うん、自分で好きなものを選べるやつですね。そうなんです。しかも2万円分もいろいろな商品があって、ぜひこれサドゥアに持ってって成仏してほしいです。これいいですね。成仏して平和的に解決したいですね。一番いい解決方法だと思います。確かに。それではこちらも抽選となりますので、皆さんぜひ何が当たるか楽しみにしていてください。ワク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 。それではサドゥアとの戦いに戻りましょう。次は勇者の攻撃です。お、ロンの攻撃ですね。ロンの魔法、そしてダメージは11です。11の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。あ、ではなかなか倒れないですね。なかなか、そうですね、ファーストステージで強くなったと思うんですけどね、頑張ってほしいです。11ありましたか。皆さんどうですか。今11月ですね。そういえばそうでした。11、皆さんありましたか。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。どうですか。公式 LINE で報告をお願いします。なりたいですね。そうですね。じゃあサドゥは倒しちゃいましょうか。倒しに行きましょう。そして、お、次はこちらサドゥアだ。サドゥアの攻撃です。お、これ痛いですね。34ダメージ。34の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。皆さん何個ぐらい丸つけるのか。もう34です。どうですか。皆さんありましたか。34、もうレイとロンの HP が危ない。危ないですよ。危ないですね。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。聞いちゃいます。ビンゴした方いらっしゃいますか。まだいらっしゃらないようですね。来ないですね。そうですか。じゃあサドゥアに反撃しに行きましょう。行きますか。行きましょう行きましょう。次の攻撃は勇者ですね。やりました。レイの攻撃です。あ、5の数字がある方はビンゴカードに丸をつけてください。5です。どうですか。5ありましたか。ありましたか。どうですか。5ありましたかね。それではビンゴした方いらっしゃいますか。はい、
あ、ビンゴした方いらっしゃったようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に良かったです。コメント一言聞きたいぐらいです、はい、そうですね、うん、少ないダメージでビンゴした。そうです。エイトのも喜んでますね、きっと。それでは、はい、次にも景品紹介していきますか。お願いします。続いての景品はこちら、ソニーのスピーカーです。スピーカー今めっちゃ欲しいです。言ってましたよね、はい、好きな音楽を大音量で聞きたいですね。大音量、いやいやダメです。大音量とかだってご近所迷惑じゃないですか、はい、おー、だって聞いてないじゃんって。これ第60回欅祭のテーマソングリスタートじゃないですか。そうなんです。第60回欅祭テーマソングのリスタートです。めっちゃいい曲ですよね。ハドゥーアにも聴かせてあげたいです。 YouTube にも載っているので皆さんぜひ聴いてください。こちらの景品も抽選となります。もし当たった方はハドゥーアの言い方で大音量で聴いちゃってください。この曲ならハドゥーアも怒らないですよ。怒らないですね。どんどん流しちゃいましょう、うん、それじゃあハドゥーアとの戦いリスタートしていきましょう。いいですね。次の攻撃はハドゥーアでした。ハドゥーアの攻撃が、おっとレイが今弾きましたね。すごいですね。そして、はい、これはカウンター攻撃ですか。おっ、70ダメージ。70ですか。やりましたね。70の数字がある方はリングカードに丸をつけてください。どうですか皆さん、70ありましたか。すごいですね、うん、すっごい高ダメージ。ここまで来るとダブルリーチの方とかもいらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、もうトリプルとか、トリプル、そうですね、いいかもしれないです。ビンゴされるといいね。それではビンゴした方はいらっしゃいますか。ビンゴした方は公式 LINE で報告をお願いします、はい、お願いします。どうですか、いらっしゃいますか。 あれなんかスタッフが素晴らしい。あれどうしたの。おーなんと、はい、ビンゴした方がいらっしゃるようです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あー出ましたね。出ましたね。おめでとうございます。すごい高いダメージで、うん、ビンゴおめでとうございます。絶対乾いてますよ。画面の前で。それでは続いての景品紹介に移ります。ですね。続いて紹介する景品はこちら、アンカーのワイヤレスイヤホンサウンドコアライフ T3 です。ワイヤレスイヤホンって便利ですよね。そうなんです。引っかからないですし、それにアンカーだと音質もめっちゃいいんです。確かに。え、でも線がないと、はい、やっぱりカップルで使うにはちょっと不便じゃないかなって。ですか。はい、カップルにはまあブルートゥースがあるんで大丈夫じゃないですか。うまいこと言いますね。確かに線の代わりにブルートゥースで繋がっていると。なるほど。でもそのブルートゥースで繋がるためにも、うん、抽選で当たらないといけないんですね。そうなんです。抽選となります。皆さんぜひ抽選で当たるといいですね。そしてまだ当たっていない方も楽しみにしていてください。何が当たるかはまだ分かりません。それじゃあ愛の力でハドゥーアを倒しに行きましょう。続いては勇者の攻撃です。さて、お、すごい、ものすごい剣術ですね。何ですか、これは。この技はグランドクロスファイヤー。サドゥーアがどんどん消えていきます。消えてきましたね。そしてついにサドゥーアを倒すことができました。ということでセカンドステージはクリアです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは北欧に報告しに行きましょう。
セカンドステージで与えたダメージですね。もし聞き逃してしまったという方はこちらで確認してくださいね。1分ほど表示しておりますので、ぜひ抜け目なくチェックしていってください。チェックです。チェック。この国にいるお化けをすべて倒した勇者レイとノンは国王へ報告に行きました。国王はとても喜び、レイやノン、その国の人々もその後幸せに暮らしたそうです。本日はレイとノンの冒険にお付き合いくださり誠にありがとうございました。また皆さんとどこかでお会いできたら嬉しいです。本日は誠にありがとうございました。ビンゴした方でまだ報告していないよという方は公式 LINE に報告をお願いします。ビンゴ大会では皆さんからのご感想を募集しています。概要欄からの URL でぜひご回答ください。このケヤキ祭のチャンネルではこの後17時から昼夜祭の生配信もございます。昼夜祭の目玉といえばこの成蹊大学の学生によるバンドのライブ演奏となっておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録と通知の設定をして見逃さないようにしてくださいね。他にもほのぼのとした可愛い動物の動画やかっこいいアクションの動画など様々なものがあるので、ぜひぜひチェックしてくれると嬉しいです。まだまだ欅祭始まったばかりなので、この後も楽しんでいきましょう。それではさようなら。